中日本国大韓民国大使館は、大韓民国が日本国に設置している大使館である。大韓民国は1948年8月15日に独立国家として建国を宣言した後、1949年1月14日、東京都中央区銀座4丁目の服部時計店ビルを曲がりする形で、中日大韓民国代表部を設置した。その後、 サンフランシスココア条約発行により、中日大韓民国代表部は、服部とリ時計店ビルを立ち抜くこととなり、移転先を探していたところ、戦前は、明治の元君たる、松方正義一族の邸宅であり、戦後は、中日デンマーク講師の皇帝であった東京都、港区南麻布の土地を見つけ、在日大韓民国人であった大阪府の坂本坊籍社長などの尽力により、 物件を入手し、中日大韓民国代表部を移転させた。1965年に、日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約が締結され、その年の12月18日に発行して、日本国と大韓民国の外交関係が樹立されたことを受けて、直ちに中日大韓民国代表部は、中日本国大韓民国大使館に昇格し、 本格的に外交業務を開始して現在に至っている。九百六十五年の大使館設置の際に初代特命全権大使に指名されたのは中日大韓民国代表部主席代表を務めていた金あず祖であった。以後、二千二十一年に至るまで二十五人の特命全権大使が駐在している。二千二十一年五月二十四日より今日一が 特命全権大使を務めている。ありがとうございます。